だけ花火持ってる？持ってないよ、当たり前じゃん。紙どこにあるかもわからないんだよ、もう。で、ちなみにさ、これ、ここに、この2つに入れると仕分けられるから。僕ダイヤ入れる、ダイヤ入れるわ。うん、入れてみ。入れて、入れると、こっち来て、こっち。多分この辺がチカチカなるから。そのうち。そのうち。ほら。どこからチカチカ音がするやん。今。上かな。うん、どこかが動いてる。このね、上についてるドロッパーはこれね、負荷を防ぐため。負荷を抑えるの。なるほどね。ドロッパーの上に置くといいらしいんで。全く意味ない。で、多分ここに入ってる。わかんないけど。入ってなくて。まだ多分送られてんじゃない？ここ見ててみ。見てるわ。あ、今行ったっぽい。今行ったっぽい。地下しかなんか行って、ほら来た来た。あ、来たー。こういう仕組みですよ、シャケくん。なるほどね。これ便利、これ便利でしょ、やっぱり。あ、ここに18個あるやん。そうそう、あります。あ、シャケ、このチェストプレートあげるよ。こっちの方が強いんじゃない？また装備せよやってない、なんか。今のさっきはダイヤモンドを手に入れるじゃない。ダイヤモンドで私を囲ってとかじゃない。大手か。ちょっと待って、紙を探してます。シャイ君、紙どこにありますか、この。知らないよ。ちなみにね、鉄はね、昔に、もうね、頭おかしくなって、毎時10万ぐらいのね、やつをね、作ってね。じゃあ、ここにサトウキビが4スタックあります。じゃあ、それで作っていいんじゃない？ファ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 。よし。4スタック取った。紙と火薬。火薬ない？この火薬はね、多分、まあ、トラップ行けばいっぱいあるんだけど、にあると思います。めっちゃあるわ。いいね、このワールド。資源だらけだよ。あ、このトライデントは、俺持っとこう。あ、できた？飛翔時間1位の方がいいよ。火薬がないんだ。ちょうだいちょうだい、作るよ。紙。首が動いてる。音、なんかやってる。何をしてるの君は。君は一体何者なんだい。やばい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 。今衝撃的な光景を見てしまった。やばかった今。衝撃的だった。早くここに大量に入ってるけどね。クラフト、あ、そういうことね。花、これでいけるでしょ。あ、もうめっちゃできた。はい。おい、やばい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 。おい、こいつ、サバをどんどん重くしてるぞ。やばいやばい。花火いらない？めっちゃあるやん。エンダーチェストに入れとき、エンダーチェストに入れときな。嘘でしょ、めっちゃあるやん。だって、結構。でね、これね、確かね、制作途中でやめたやつ。ここになんか入ってるよ。俺の防具。これね、醸造装置を作って途中でやめた。それ。よし。ヒンパはね、何かと。びっくりした、なんだここ。だけ、あれだよ、ブーツだけは落下耐性のやつやったほうがいい、絶対。ブーツね。うん。ブーツはなんもないわ。それか作る、落下耐性のやつ。作ってもいいよ。これ今履いてんの無印だし。あ、用品ね。このエンチャント音やから。落下耐性、なんかここに入ってなかったっけ、さっき。落下耐性2が入ってる。
ミルクタッチとかあるんだね。全部持ってっていいよ、好きなの。あ、いらねえ。え、落下耐性ないな。落下耐性だけないんですけど。どこ行ったんだろうね。いらないよ。落下耐性2はあるんだよ。とりあえず落下耐性2で我慢して。あいよ。はい。でね、ちなみに、あ、投げといてよ。でこれさ、例えばここにさ入れるじゃん。あ、この仕分けにないやつを。はいはい。あ、でも、あ、こいつはやめとこう。例えば、いらないやつをね、ここに入れると、ぐるーって回ってって、こうね、まず下からこうやっていって、こうやっていって、こうやっていくんで。あの、だんだん登っていくの。だから一回こっちまで行かないと上の段行かないの。だからさっきも時間かかったでしょ。ここに行くんだよ、ここに。はぁ。これ、あの、ここにいらないもの入れると、超高速でゴミに捨ててくれる。見ててね、いくよ。例えばこの砂いらないから入れるじゃん。これ開いてて、いくよ。あいや。これで終わりました。嘘でしょ。はい、終わりました。ニューロ光もびっくりだよ。本当はこのね、砂全部いらないんで、もういらないからここに入れても、見てて、見ててね、いくよ。うん、もうすぐなくなっちゃうんですね。これここから見るとわかるけど、あそこにサボテンがね、これね、確か8個ぐらい同時に出してんだよ。あれ？とんでもないね、これ。こっからいけんじゃない？まあ、こっから見えるよ、鮭。バカバカ。ほら、こっからほら落ちてんのが見える。拾うよ、そこにいると。そこにいると物拾うよ。ほんまや。すんごい詰まってるけど。どうなってんの。あー、コパチトロップか。うん、これ2個微妙なね、絶妙なとこに配置してるでしょ、これ。これでね、全部のホッパーに行くんだよ。溜まってんじゃん、ここに。そう、溜まってるんだよ。引っかかってるやん。ちょっとね、欠陥もあるんだけど、こうやって埋めない。え、あっ、来た。このレバーなんだろうなって。あれ、このワールド、どうやらスライムブロックだけあんまりないみたいだね。あら、例えばスライムトラップはないわ。で、これがね、8連のかまどなんだよ。8連ですか。8連じゃないか。何個だか分かんない。数えないと。で、ちなみにこれ焼かれるじゃん。焼かれます、ね、焼かれたのも全部シワ機器に行くから。天才じゃん。勝手に、最後。だ、ホッパーの使用量えぐいよ、このワールド。でしょうね。だってほら、さっきも言ったけどさ、こうこうこう。これドロッパーでしょ。この下には全部ホッパーがあるってことだから。マジか。見え、で、こっちですよ、こっち。これはね、絶対作りたいよね。ツリーファーム。これ下にすると、あの、オークモードで。ほう。これ返すと、あそこの上が消えるんだけど。これ他のやつができるんだけど。例えばさ、白樺の苗木を、シャケシャケ、これ持って、待ってね、まだ入んないで。これ持って、あの、この間圧板を踏んで、あそこの土に植えてみて。こういう仕組み。で、無限に、あの、こっからドロッパーから、どんどん苗が出るから、ここ無限に供給される。っていう仕組みで。
で、こっちの奥にだんだん来て、ここまで来ると前に押し出される。で、ここまで来れるの。こいつまで。ここのとこまで前に出てこれる。っていうね。まあ、こっちはもう使ってないね。基本。君、氷結歩行なんだ。そうかもしれない。で、ほら、あそこになんか変な残骸があるでしょ。あ、ほんとだ。爆破したような。あ、ごめんごめん。なんだよ。あれが、ゴーレムトラッパー跡地。重すぎて、あれ？崩しました。見ればわかると思うけど、ここに大量のね、まだ残りが残ってるんで、下の方だけ。ある程度移動させたんだけどね。ある程度移動はさせたんだけど。もう赤色のベッドってあたり懐かしいよ。そうそう。出たんだよ、こうやってちゃんと。ここにあるのなんか持ってっていいよ。え？なんか入ってる。足場とか持っていくか。持ってきたかったら持ってっていいし。火も無限だし、あれで。時計も持ってっていいよ。ポケモン？時計、ポケモンちゃう。時計いるの？いらない。コンポスターとか。ポケモン終わったんだけど。終わってはないよね、確か。マスターしたみたいなことは言ってたけど、マスターしてないよ。チャンピオンに勝ったんじゃないの。渋谷のでっかいのに出たよみたいな。うるさいうるさいうるさい。見てよ、ほら、この、あー、凍っちゃう凍っちゃう凍っちゃう。ほら、このこだわり、これちゃんと吸引されるからね、下に。ちゃんとやってたんだね、えらいね。何やってんの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 。昔はここに扉があったんだけど、この通り壊れております。あ、この通り壊れております。なので、もう、使うことはできません。おもろ。昔ね、ゴーレムントラップがあったとき重すぎて、これが重すぎてね、反応す、ゲートワーク1分ぐらいかかったね。マジ？重すぎん？それ。行きますか、こっちに。え？うん？ああ、天空トラップ。これ作りますよ、こっちでも。あっちじゃなくて。うん？あっち？あっち。まあ、作って損はないからね。これ今危ないんだけど、これね、もう上からモンスター落ちてくるから。おっと？だから、射撃、今ね、オンにしてないから来ないんだけど。うん。で、こっち来て、こっち。わわあー、やばいやばい。パーッ！どうした？どこ行った？落ちた。あ、で、その下んとこ行ってほしい。はいはーい、頑張りまーす。イントロなんて取らないからな、普段。このチェストがいっぱいあるとこ。どこに来た？いや、ぐちゃ。ほら、これも主役機だよ。おう。見ての通り、火薬ね、腐るほどあります。骨とかもね、あるんだよね。てか、ここもうね、最初壊れて、もう、無法地帯になってるんだけど。なるほどね。多分ね、こっちのチェストにもう全部詰まってるんでね。あーね。で、ちょっと、主役君。今だけじゃあ、スペクテーターモードになりますか。はいよ。おお。で、ちょっと待ってね。で、なんかいいポジションにいといて、このトラップが見える。うん、どういうこと？この上で湧くじゃん。さっきの
じゃあそこのなんかいいポジションで見てて、これから敵を落とすから。今オンにしたから。め、一瞬で分かるじゃん敵。そうだよ。やっば。天空トラップってこういうもんで。それはそう。あ、やばいやばいやばい、落ちるー。めっちゃすごいでしょ。すごいでしょ。嘘でしょ。これ12層ある、ね。嘘でしょ。多分12層あります。12層あるとこんだけ開くよ。これ海の上に作ってるけど。えぐえぐえぐ。このペースで集まるから余裕なんだよね。あら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 。あら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 。すごいでしょこれ。これね、もう今のバージョンで動いてるってことは作れるってことだから。確かに。あらららららら。これはもう放置しまくればいいだけじゃないですか。そうだよ。あれ、湧かなくなっちゃったかな。スペクテーターにすると湧かないのかな。そういうこと？全然湧いてないね。俺クリエイティブにしてみよう。雲引っかかってて草。雲引っかかってるよ。あ、湧いてきたね、ほら。え？湧いてきたよ、また。おう。雲しか湧かねえな。いや、湧いてるよ。湧いてる？うん。あ、本当だ。すんごい湧してきてるもん。スペクテーターダメなんだね、やっぱり。まあね。もうさ、このね、中心カオスだもんね。スペクテーターだからこっち来れるでしょ、中心まで。カオスだもんね、これ。これサバイバルでここいたら地獄だけどね。この世の終わりで。気持ち悪。でね、これね、クボが登れないようにこういうさ、真ん中ジグザグになってんだよ。うまいことハーフブロックでさ、半ブロック分開けてんじゃん、ここ。ああ、確かに。これクボ登らないようにしてんの。なるほどね。登ってるけどね。あれ。ちょっとね、はい、ちょっと誤算だね、これは。で、ここに湧いちゃってんじゃん。何これ。ここに湧いちゃってるんだけど。何を作ろうとしたんだろうね、ここ。確かに。中途半端に浮いてるんだよ、エンダーチェストが。まあ、オフにしよう、とりあえず。まあ、シャク君、これ作りますんで、覚悟しておいてください。嘘でしょ。やりたくねえ。え、作りますよ。マジで。うん。だってこのトラック朝も昼も関係ないし。まあね。そうなんだけどさ。うん。チェック君、一回安全なとこに戻ってください。待って。戻った？いいんじゃない？重なってるって草。じゃあ、キャグ君帰りましょうか。あのですね、私についてきてください。あ、え、あ、え。あの、まっすぐ飛ぶだけです。こっちに飛ぶとね、あの、さっきんとこありますんで。高い！ウェイ。お前や。はい、ここだよ、入り口。これでね、さっきのゲートに入ればいいんだよ。入り口ゲート。ん？下にいるの。うん。もうゲート入っちゃう。あ、浮いちゃった。あ
おいでー、モネザーにいるよ。はい。はい、じゃあ、シャギ君、ここからですね、エリトラの練習です。そうだね。一回ここの突き当たりで止まるか。突き当たりすぐあるからね。で、これですね、こっちに行くと海底神殿と、初めて見つけた村があるんだよ。実は初めて見つけた村は5000ブロック先だったんだよね。まあ、まさに多分昔ね、だからね。うまいこと見つかんなかったんだよね。昔だって村の頻度っていうか、あ、で、そんななかったんまあじゃない？近い方から行くか。オッこっケー。ちに行くとね、リンの、お家があるんだよ。なるほど。これね、よいしょ。そのまま入れるようにね、縦長にしてんだよね。やばいやばいやばい、読み込んでない。押す。読み込んでない。よしよし。久しぶりに入ったから読み込みが。ここのね、シャゲここに住んでいいんじゃない？あの人いないから。まあね。あの人ね、ここが本当に俺一切手つけてないから。なるほど。本当に。この道も畑も全部あの人がやってる。すごいじゃん。だから俺も知らない。どうなってんのか、あんまり。あの人がどういうものを持ってたのかも知らないけど、たまに俺のところに鉄を取りに来たぐらい。しかもいいさ、あの人こんなおしゃれにしてたんだよ。おシャンティー。おもろ、持って帰ろう。大火ちゃのんとスレプベラッル。シュポーションとかあるんだけど、あの人めっちゃちゃんとやってるからね。あ、レルムだったからさ、入る時間関係ないじゃあ、ん。もう好確きかなに。時に入れるからさ。そうだね。もうシャケじゃ、この家使っちゃえ、この辺。やっちゃう？あの人一生来ないから。そうですか。ここにね、とんかつが住んでるんだよ。馬じゃねえかよ。某なんとかバックスを作ってた。答え言ってるやん。某なんとかバックスをここに作ってたよ。降りたことないけど、あんまり。オーマイゴマジで行ったことない。ッド。で、ちゃんとね、こっちもなんかあの人めっちゃおしゃれにあるよね。ちゃんとやってたっていう。この頃は確かね、まだかぼちゃもさ、いらないからさ、これで、松明置くだけでなったじゃん。今はなんかさ、かぼちゃってなんかやんないといけないじゃん。くり抜いてね。そうそう、くり抜きがなかったからさ、この時代。そうだね。ちゃんとね、このボートの発着場も作ってね。なんかここに穴ある。やばい、塞いだ。見てないよね。何にも見てない。何も見てない。なんかここに穴ある。やばい、塞いだ。見てないよね。何にも見てない。やばい、塞いだ。やばい、塞いだ。やばい、塞いだ。見てないよね。何にも見てない。何も見てよない。しよし、行こう行こう。こんなとこおさばらだ。怖い怖い。多分ね、このワールドでね、まだ初めて行くところはね、重いんだと思うわ。まあね。とりあえずまた突き当たり。言うしか出ない。言うしか出ない。どうする？じゃあ、先にこっち行きますか。大君、この先ね、こっち気をつけてくださいね。で、突き当たりあったら左に行って。二人。
うん、で途中ね、あの一回下に下がるから気をつけて。急に高度なテクニックを求められるじゃん。下に下がってさらに駅があるから、こう越えて左ってね。うっうっうっ。で右に行く最後。左に行って右に行くと、うん。そしたらここのゲートに入ってください。やばい、また重い、また重い。最初に入るから。あ、やばいやばい、月が見える。あ、でもさっきより早いかもしれない。あれでも沈んでってる。あ、出た出た。え？ここがね、某エンドの入り口です。おお、某エンドってもうそれはもうエンドなんだよな。これまだ動くのかな、砂無限装置。この砂行け、ちょっと見ててね、行くよ、鮭。うん、これとオンにするでしょ。しますよ。おお。どうなってんのこれは。うるさ。これいけてんの？いけてるけどなんか挙動がおかしいかも。これ入ってみるよ。うん。あ、ほら砂増えてる。から大丈夫だと思う。なるほど。あれ来ないよ。あれエンド来なくない？俺？うん。あ、行くよ。おしまい。で、ここに投げといて。バカちゃうじゃん、ここや。今すぐ投げるんだよ。ここ？この穴に投げといて。あ、仕分けがあるから下に。なるほどね。で、こっちからは多分ね、行けたと思うんで。使えるかは分からない。こっちじゃない。もっと下か。おお、すごい。多分ここに。パウダーがいっぱい。そうそう。はあ！いずれあのワールドもこうなるはずなんだよ。夢物語すぎるんだぜ、お兄さん。でもこれも1年だよ。頻度が違うやん、頻度が。頻度がちゃいますやん。もうね、上にね、氷が引いてあるから早く走れん。ハーフブロックの下に氷があるからね。本当だ。これ中入んないように気をつけてね。ん？こっちこっち。おっぶねえ、びっくりした。言ったやん。これトロッコないんで、セイ君、奈落市だけは、君の大好きな奈落市はしないよ。いや、によ。この間に入って、この、ここ。やべ。で、ここに入って、ここ。この中間。ふっ、おっぶねえ。あ、そっちだったらまだ大丈夫。はい、これでね。お、びっくりした。でーん。いいでしょ。いいわ。エンダーマントラップはマジで一番最初に作るべきだよ。ほら俺もうさ終点ついてるから全部回復したの。全部回復したよ。で、シャケ君、シャケ君。シャケ君。はい。君の大好きなまたゴミ箱ここにあるから。ゴミ箱。君の大好きなゴミ箱またここにあるって。お、まとってる、まとってる、まとってる。君の大好きなゴミ箱またここにあるんで、あのエンパーそこに入れるっていう。行くよ行くよ、シャケ。あ、行くよ。あ、シャケ、ここ落ちないように気をつけてね。自信はない。
電波何個か持ってていいよ。持った方がいいよ。落ちないように気をつけてね。ここちゃんと飛ぶんだよ。でもこのままゴールインしちゃっていいよ。ゴールインしてください。ゴールイン。俺はどこに出るの？あー、これどこに出た？チャキ君どこに出ました？チャキレース。じゃあチャキ君、あのさっきのあの十字路集合で。どこ？あのネザーの。ネザーかーい。あの国道駅で、国道駅どう左曲がればいいよ。初期リスイってから、おう、あのさっきのあの危ない道です。いった。じゃあこっからしばらくあっち飛んでいくで、シャイ君これね、最後ね、あの雲があってゴールインできるようになってるから、あの一番上飛んで、一番上、一番上にね、かすれながら行くとね、入れるから。ほぉ、ほんまやん。またでも読み込みに時間かかってる。よーい、この仕組みやりたいでしょね、楽しそう。エリトラせっかくゲットしたし、どこ、まだね、全然読み込んでない。長い長い長い。あ、読み込んだ読み込んだ読み込んだ。俺の方が先に出てきたの。じゃあこの村の方行って、村の方。おんもビレー、おんもお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 も、嘘でしょ。おんも、これね、まだね、この時さ、あの時なんだよ、あのこれでできた時。あーね、だから本当に無限に増殖していくやつ。ゴーレム湧くのかな、わかんないけど、まだいないね。やるやるやる。やばいでしょ、だからこれ、この量えぐいて。だから村人が本当に勝手に増えていっちゃったっていう。で、何個かなんかこうやってね、塞がってる村人は結構いい村人だったんだけど、うん、アンデッドとこ5がついてる。アンデッドとこ5、そうするとね、斧につけるとね、ゾンビ一撃だからね。マジか。そうそう、結構何人か漏れてるね。こいつ修繕じゃなかったっけ。いや、激流だ。ダメージ軽減3で、シャゲ君唯一のね、このワールド唯一のね、サトウキビ畑これだから。どこ、ここか。あの髪の毛軽減これしかないんで。嘘でしょ。こんな広いのに髪の毛軽減これしかない。マジかよ。うん、だ今のあれだと何ら変わんない。じゃあシャイ君帰りますか。はい、あのさっきのあそこにゴールインしてください。無理じゃね。あの下にもあるけどね。あ、でも下のゲート今消えてるから上しかないわ。あそこにね、あの降りるしかない。ちゃんとちゃんとあの補強石の上に乗るしかないから。まあ乗れる。あー、俺が乗れんかった。うっ、来たー。いや、俺やっぱ、おい、ちょっと待って、俺が乗れない。やっぱ、いや、そう、6分かかります、この道。東京から品川かよ。行く？かねえだろ。本当に6分かかる。で、それをこのね、トンネルをつなげようと思ったの、6分分を。はいはいはい。そしたらこの分だけのガラスがいるってことが分かったの。無理無理無理。このチェスト分のガラスがいるってことが分かったの。だから砂がいっぱいあったんだよ。なるほどね。うん、砂無限でいくらでも砂を増やせるからさ。俺ガラス33から37って書いてあるでしょ。いいキモ。全部で37ラージチェストいるってことなの。おー、LC かよ。LC すごいよね、だから
それをやろうと思ったんだけどやめたっていう。やめたっていうかやってもいいんだよ。やりたいんだよむしろ。あのね、確かに第二の村を作ろうとしてたあっちに。まあまあまあ。共同の。なるほどね。でこっちです。あの途中で降りてください。あのここにあります。今ガストがいるとこ。また読み込みが。やばい、落ちる。落ちる。行った。あ、スライムブロック。スライムブロックの。な。回転していく。そうそう。あ、そうだ、これ一人寝ればいいんだ。ああね。ここにど、あの、うん、入ってます。一人寝ればいいようになってるんだよ。二人寝んのはさすがにめんどくさいから。でね、こっちにね、これトラップを作ろうとしてやめた残骸がある。おもろ、それは。あっ、ビーコンか、びっくりした。トラップを作ろうとしてやめた残骸があります。なるほどね。やめてるね、これは。やめてます。もうあの最後の受け口みたいなの作ってやめてるか。中途半端だな。すんげえジャンプが。おっと、ここになんか入ってるぞ。この超ボロボロのツルハシたち入ってる。あ、このツルハシ取ってっていいよ。海底神殿ね。ここがね、ちょうどね、なんかね、あそこに作ろうとしてるね、あのてっぺんに。何あれ？なんかね、ボートですんごいスピードで移動できるようにしようとか言ってた気がする。ああね。製氷を使って。製氷か。うん。こんなもんです、このワールドは。なるほどね。さあ、射撃君。ええ？さあ、射撃君。この、あ、ここに落ちてる。すげえ。ちゃんとこれアイテム化しないで落ちるんだね。そうなの？うん。ほら。おーっと、で。おーっと、すんごいスピードで落ちてる。たまにはこのワールドでもやりたいなって思ったんですよ。何もしてないけどな。ダシャギ君はその装備で一から拠点を作ると。マジで？うん。そんな朝飯前なんだけどさ、行っちゃえば。はっ、びっしょ。これどうなんだろう。溶けろ、溶けろ。あ、壊れるんだ。てめえだ。はっ、はっ、はっ。クソ、消えなかった。てめえだ。何で？てめえだ。あれ？あだから、シャケ君にはたまにはこのワールドでもね、なんか何かをサバイバルしてばっかだもんね。そうそう。何か建築とかしてるわけでもないもんな。エリトラとか使って遊んでるわけでもないし、そうそう、夢とか使って何かするわけでもないし。なんならこのワールドだったら逆に資源が何でもあるから、逆にこの時代まだネザーライトがないから、ネザーライトを探すのは大変なんだよ。確かに。新しいとこに行かないといけないから。無理じゃね？いや、行ってないとこは多分あると思う。てかね、このワールドもうさ、外に完全にネザーが安全地帯じゃん、もう。ガラス引いちゃって。ガストもいないし、逆にどうやって外に出るかっていう。出方はあるんだよ。こっからさ、こうやって行ったりするといけるから。基本的に PS がないからね。どういうこと？プレイスキル。昔はね、ここね、隠ってしてたんだよ。無理じゃね？
パクンってしてたら、俺は曲がれるんだけどさ。僕はそんなに PS がありますし、なるほど。バイバーイ。バイバーイ。